はい、皆様どうも、マフロです。今日から、戦国無双4ですね、やっていこうと思います。ちなみに戦国無双は初めてです。三国無双の方は何回かやったことはあるんですけども、今回はこちらでやってみようと思います。さっきですね、ちょっとやってたんですけども、はい、一度クリアしたとこですけど、最初からやっていこうと思います。戦なき地平は目指せど、まだ遠い。天下が動くのか。何やつ。松永久秀、天下の大役人と呼ぶ者もある。見ろ、血湧き肉躍る者の子どもの行軍を。天が告げておる、真の乱世の始まりをな。お主も導かれここに来たのだろう。戦国の運命は今動き出すぞ。室町時代後期、全国各地で争いが起こり、世は終わりの見えぬ戦国時代へと突入した。そんな中、駿河の大名今川義元は天下に号令し、乱世に秩序をもたらすべく大軍を率いて上洛を開始。三河の徳川家康など従属する大名を従えて征進し、手始めに尾張の弱小大名織田家を潰さんとした。ところがそこに予想外の嵐が起こる。織田家当主信長は豪雨の中、家臣らに出陣を下知した。戦国を変える一筋の星、時代を進める一陣の風、戦国の運命はこの桶狭間から動き出そうとしていた。織田の将、桶狭間の戦い。一応この2人でやってたんで、これでやりますが、実はさっき実況撮ってたんですけども、ちょっと失敗してしまったんで今撮り直しなんですね。さっきのキャラでやってみようと思います。お派手にかぶこ、愛する人のために。喧嘩違いがある戦だ。多勢に無勢、勝ちの目なし。腕が鳴るね。わしゃそうでもねえと踏んどるわ。信長様にはきっと考えが終わりになる。なるほど、この絶望的な戦に勝ったとなりゃ、尾張の小大名も一躍天下争いに加われるわけだ。柴田殿も同じ考えじゃろ。そうでなきゃ追放中の利家を連れてこんわ。実は勝ちが決まっとる戦で利家活躍させて、その功で織田家に復帰させてやろうと。猿がごちゃごちゃうるさいわ。さような打算、戦の外に置いてまいれ。
勝たばよし、負けるとも戦って果てるが武士が本望ってかい。時代は勝った者が紡げばよい。それ以外に何があろう。ケジ、俺の追放の件じゃ前だけに迷惑かけた。秀吉、お前にもいろいろ。わしらはダチじゃ、気にすんな、トシエ。おじご、勝家が言ったこと聞こえてなかったのかい。今は一個のもののふとして戦場かけようぜ。はい、それじゃあやっていきます。勝利条件、今川義元の撃破ですね。はい、やっていきます。全軍全勝寺砦を目指す。この地より義元を本陣に寄進する。で、三角がチャージ攻撃。当然やな。全勝寺砦を取れ。で、組み合わせにいろいろ技が入る。バッグがジャンプして、ナルトからも攻撃を受けます。速やかに撃て。はい、ミッションが出ましたね。やっていこうと思います。ラグ以上に守備が集中しすぎておる。全勝寺砦周辺が心を取る。ターゲットを倒せばおそらくミッションクリアだと思います。この大雨では水源もままならない。小田も震えて出てくるし、しばし休息じゃ。さらなる活躍期待していますね。よし、倒した。前田刑事、派手に寒くぜ。ちなみに今近くにいたお市さんは、パートナー武将といって、あの人これはすぐ切り替えれるんですね。こういうことで今回からはこれが採用されたみたいで、いつでも切り替えることが可能です。ミッションです。で、丸ボタンで必殺技みたいな感じです。こんな感じで蹴鞠でもしようかも。来た。未来を思えば私は強くなれるのです。ちなみに必殺技は、ゲージが溜まってないとできます。左下にピンク色のゲージがあると思うので、あれですね。多いな。守り抜く。あの巨人もやるもんだね。なかなか強いな。よし、譲れない思いな。武将を倒すとああいう風にアイテムとか新しい武器とか落とすみたいです。聞かせてもらう。多いな。どんどん必殺技になってこう。当たってない。
ケンジさん切り替えよう。もういつの間にか半蔵さんと戦ってるじゃないですか。よし、ケンジさん必殺技で。よし、やっつけた。これで反則をつけました。全勝寺砦の攻略完了。今より吉本本陣を突く。東の砦を抜け吉本の背後へ駆けよ。背後からね。やはり全勝寺砦では崖道を確保するため危険じゃが、うまくいけ。死と隣り合わせの奇襲ね。吉本に会う前に地獄へ落ちなきゃいいけど。相当がいい。もっと盛り上げようか。暴れ足りないね。ケージさん強いな。私は強くなれるのです。お金だ。撃勝撃ち取ったり。耐えきれん。聞かせてもらう。オラ軍来襲。崖道すごい勢いで進んできたぞ。まさか踏み地から攻めてくるとは。みんな落ち着け。よし、やっつけた。オラ軍が今川に属す者すべて滅す。敵将討ち取ったり。撤退する。戦わん。よし、こいつさんも引っ張るとかだろうね。嫌な予感がしたんです。こっちから来るかもしれないって。強そうな武将が。遊んでない。やるんだね。よし、勝った。父上、どうかこぶちで。開門。これでいけないな。一、勇敢よな。この戦で信長が死んでも、ウヌがあれば、織田は安泰だ。もうお兄様ったら、こんな時に冗談をやめてください。信長の妹なの。皆を思えば、私は強くなれるのです。
や。もしも地理発見もうボスまで行っちゃった。完成かな。人は降ってきたの。降ってきた。よし。守り抜く。あんまり当たってないよね。されないようにしない。お、勝った。よしも安らかに行き、戦国の運命はこの信長が預かる。吉本様が織田軍に撃たれた。おれ、主の仇。よし、やっつけるよ。守り抜く。なんと、吉本様、討ち死に。ここは、兵をまとめて撤退するしかあるまい。改ざん兵を束ねるは言いやすく。流行を温めよう。よし、勝利条件変更。変更。撃ち取ったり。あーやばい、ケージに取られちゃう。あーやっつけられちゃった。なおとらよ、いい気を頼む。開門。こっからまだ長いんだよね。はい、それじゃあ、ちょっと時間がいいところなんで一回ここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。